州の渡し方で差をつけるところ出た。ゾロかゾロじゃないか。そういうことおっしゃる通りです。ゾロかゾロ以外そういうことでございます。なんだかんだ一番の思い出の時ゾロも笑顔、ゾロも笑顔であった時も嬉しかったんですよね、サンジにとって。ちょっとモザイクかけてほしい。ここだけですか。ここだけ。山口勝平さんからの投稿ですね。たかしです。のすけです。所長です。仲間がYouTubeです。はい、お願いします。お願いします。さあ今回も素敵な方にいらしていただいております。はい、こちらの方です。自己紹介お願いします。どうも素敵な方です。素敵な方でございます。素敵な方、お名前素敵な方です。ゲスト素敵な方です。ゲスト素敵な方です。平田博明さんです。お世話になります。三次役の平田博明です。お願いします。タイトルコールせっかくなんで、はい、平田さんになんと呼んでいた、うん、お、了解。お願いします。俺の情熱は炎の温度を超えていく。細かすぎる三次結果発表。いやもうすげえや、今のでもうもう満足。体熱いもん。熱いもん、なんか汗かいた。すげえ。あの前回の動画でも言いましたが、はい、サンジのタバコクイズというのをやらせていただいた際に、うんうん、はい、ハッシュタグ細かすぎるサンジの好きなところさらす、見た日も人もさらすというハッシュタグ企画をゾロより先に。そこ大事ね、はい、先。そうです、先です。ゾロより先に開催いたしました、はい、うん、なぜならサンジの動画の方が再生回数が多かった。はい、はいはい、全然よく聞こえなかった。もう一度すみません。もう一度すみません。はっきりと大きな声でお願いします。ちゃんと聞いてあげて。サンジの動画の方がゾロの動画より再生回数が多かったから。うん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 。お前はうちでございます。仲間ゼロ号に、X にね、いろんなサンジの好きなところを投稿してもらうという企画になっておりました。うん、でものすごいいっぱい来たんで、はい、その中からまあ高橋のすけも選びました、はい。そして平田さんにもこういくつかね、選んでいただいて。うん、それを発表していく企画になっております。なるほど。紹介させてもらった仲間ゼロ号には番組ステッカーを、はい、こちらですね、はい、こちらお送りいたしますので、はい、皆さんお楽しみにしてください、はい、高橋くん、じゃあ、はい、早速一つ目、あ、3つずつぐらいなのかなと思っておりますが、はい、この番組はワンピース大好き YouTuber の高橋とのすけが同じくワンピースが大好きな仲間を探しながらさまざまな企画にチャレンジし、ワンピースの楽しさをより多くの人に伝えていくための番組です。仲間がいる YouTube。 本当に細かいところいきます。はい、はいはい、3番、はい、高橋の3番、はい、イヌッチさんの投稿です。はい、はい、波に触ってもらえて喜んでるところ。デイリーバックファイトかな、はい、でこの2人が共闘するしないのところで、まあ、喧嘩して、はい、ああと言ったところ、波さんが仲裁に入った。次のコマだな。そうです、このコマの吹き出し、吹き出し見てください、はい、ハート。あら細けーと思って。これは細かいな。これ細かいですね。ちゃんとこのレディーに触られて、いい、ね、何もリアクションしないわけにはいかないと、やっぱ3時ですから、はい、この1個だけで、あ、ちゃんと喜んでるんだなっていうのがやっぱ分かる。この細かいところ。何、みんなこういうの探してんの。そうです、そうなんです。暇なのみんな。まあ割とのすけくんなんか補足とかありますか。いやまあもうなんかその三次はとにかく、例えばタバコの煙とかもね、ハートになっちゃって、はいはいはい、もうとにかくもう全身以上でこのメロリンを体現していく人なんで、うん、そうだね、うん、輪っかはよく作ってた。ここ輪っかいけるんですか、岩田さんでも。あ、じゃあ、 あのアラバスタでルフィがこう捕らえられた時にサンジポポポって、はい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 、ね、ハート練習するわ。この状態でいけます、このこれでは無理だな。両手使ってないですから、うん、すごすぎるよ。ということで、イヌッチさん、イヌッチさんには、はい、ステッカーで、ね、差し上げておきましょう、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。初っ端から良かったね。すごいですね。いいです。さあ、ではのすけくん、はい、何番にしますか。はい、では、はい、3番で。3番、のすけも3番、はい、マレナマズさんからの投稿です。サンジはナミの発言から女性を蹴ることはないが、うん、逃げれるようになってるのです。うん、どういうこと。これはですね、まず、はい、エニエスロビーですね、はい、カリファと戦ったじゃないですか、うん、はいはいはい、はい、で、そういうカリファに負けちゃって、うん、で、俺は死んでも女は蹴らんと、うん、トゥルトゥルになってた。あ、そう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 です、そうです。そうするとナミが逃げることも騎士道に反するのならせめてそっちは捨てなさいよ、無駄に死ぬことは話が別よと言うんですよね、うん、多分これをサンジは、まあ、心に刻んだというか覚えていて、その隣のシーン、
今度はワノ国ですね、はいはい、ブラックマリアっていうあの雲の能力者に捕まっちゃうんですが、逃げるんですよね。お戦いはせず逃げる最初、うん、攻撃はしないからね。サンジからはね、待って待ってよ、ダメよ、逃げないでって言ってるんで、明らかにサンジは逃走をしようとしていたと。おすげえ、覚えてねえよそのやっぱ好きな人の話は聞くんだな、だと思います。確かに、ね、見習おう見習おう好きな人の話聞くけど、はい、翌日忘れ早い。この年になるとね、はい、なってごらん、はい、あの好きな人の言葉も忘れるよ。悲しいこと重く捉えていいのか。悲しいじゃない。笑っとけ笑っとけ。これもいいな。すごい見方ですよね。これ全部ベスト3に入れようかな。本当いいのばっかりなんですよ。さあでは、はい、これですよ、はい、9番お9番9番これはもう日頃から1番だ1番だって言ってるから。あら平田さんチョイス、はい、サンジの細かすぎる好きなところこちら。ナミさんのためならウソップが死んでも構わないが、ウソップのためなら自分が死んでも構わないと思ってるところ。これはそうだよね。これは外します。殿堂入りなの。あそこか、殿堂入り枠で。これはもうそう。ブンワさん残念でしたね。あ残念。まあ1枚あげて、ね、あげる。でもじゃああげときます。やったね、ブオさん。ここはもう殿堂入り、はい、はい、もうすでにね、そうそうそう、あの前回の動画でも話出てましたが、めちゃくちゃおしゃれさんで、これ好きだな。あ12番来ました。では平田さんのチョイスこちら。世系アルバイトさんっていうの、はい、シチューの渡し方で差をつけるところ。出た、ここですよ。来ましたね、これいいシーン。決してこっちが女性っていうことじゃないの、ウソップだもんな、はいはい、女性と男性で扱い変えてるわけじゃなくて、はいはい、ゾロかゾロじゃないか。そういうことおっしゃる通りです。ゾロかゾロ以外そういうことでございます。日頃さ、2人で喧嘩するときって大体こうって感じさ、お互いこうやって威張り合ってるけど、はい、完全に不意つかれて油断してますよ、ゾロ。ゾロはまさか投げられる。お弁当食べてますからね、うん、もう周りはこの扱いに慣れてんだね。そうですね、はい、特にツッコミとかないですからね。一、人慣れてないのがゾロだ。そうですね。ざまみる。いい声。世系アルバイトさん、はい、見事に平田さんに選んでいただきましたので、はい、それからプレゼントです。プレゼントです。おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい、いいですね。戸惑いこそが人生だよ、キザル。レイリー、キザルに似たやつ。戸惑いこそが人生だよ、キザル。キザルが言ってるやん。似てるな。あざす、あざす。やったね、似てる。じゃあ13番いこうかな。はい、たかしくん、13番がこちら。はい、けいちょんさんからいただいた投稿です。はい、純白が似合うのはナミさんか米わら。さすが料理人。そういう見方してなかった。スリラーバークで、まあ、アブサルム、あの透明人間ですね、戦ったところのシーンですよ、うんうん、アブサルムがナミさんを褒めればサンジもナミさんを褒めるという、はい、なんかこの褒め合い合戦みたいな、あ、褒め合戦のとこだあったんですよ、はい、天使って中で、あ、いやいや人間だ、間違いない、あ、焦った、無理もない、それは本当無理もない、こんな純白が似合うのはナミさんか米ぐらいだ。どういう例えだよって。同意してるし、ね、いや全く、ま、だな。分かるんかい。でしかも例えが米っていうのが確かにホックだからかっていうね、うん、なんかそのサンジの良さもあるという細かいところですね。これ初めて見た時はアホだなサンジっていうよりアホだなオダッチと思ってた。どっちかといえば平田さんはお米好きですか。え、なんかすごい、この好きなんだ。好き好き。いつの日からか、あれ米ってうまいんだなって気づかれてますね。飲んだ後に締めとかね、ラーメンでも丼、はいはい、もでも、うん、いや飲む時はさすがに、あとってなっても最近、え、飲みながら食べて何がいけないのってなって、あらウエストポーチがあるのここに。ここにウエストポーチ。自前のが、美味しいから食べちゃいますよね。食べるんだよね。米のいいところじゃないですね。サンジのいいところですね。サンジのいいところです。ごめんなさい。話題を忘れてました。今ね、米のいいところ、細かすぎるところ発表会です。はい、はい、ということで、はい、高橋君が選んでくれました。サンジの好きなところか。そうです、そうです。はい、では、のすけくん。はい。続いて私は、では、2番で。2番。います。渋さんですね、うん。からの投稿です。ここでゾロのことを、剣士じゃなくて、剣豪って呼んでるところ。うん、なんだかんだゾロの強さを認めてる感じがして好き。もちろんその後の喧嘩とウソップのツッコミまでが様式美。大概にしろ、なるほど。これこの間 USJ でやってきた。あ、そう
なんですね。平田さんと中井さんで行かれた時にやったんです。そう、うん、いつもこうあの向こうのキャストとセッションして、はい、セリフに合わせて、はい、今回は俺のやりたいシーンやるっつって、はい、これをリクエストして。おすげえ。じゃあ渋さんはまさにね、ドンピシャだ。だからおい大丈夫か、剣豪が刀を失うってことはヘナ将軍の出来上がりだと、はい、まあ、バカにしてるシーンなんですけども、はいはい、要は剣豪っていうのは剣士の中でもすごいやつっていうのがありますから、うんうん、あるね。だから三次的にゾロのことをあそう見てたんだなっていう、はいはいはい、でもさ渋さんこう言うけどさ、はいはい、あえて上げて落とすために上げてんじゃねえの。いやでしょうね。でも確かにそうかもしれない。そうですね、落差を作るためか。あくまでもゾロをバカにするための振りだと。剣士がヘナチョコになるより、はい、剣豪がヘナチョコになる方がダセーじゃんっていう。俺の解釈はそっちだと思う。より高いところから落とした方が確かに、うん、どっちが正解ってこともないけれども、俺はね、はい、こういう場面では、はい、言わないんじゃないか。なるほどなるほど。そんな本音みたいなことを織り交ぜないっていうことですよね、うん、なるほど。ちょっとこれは長く検証し合った方がいいね。そうですね。検証し合いましょう。いいですね。すごい面白い。それはそれですごく面白い。その見方も、うん、真顔で言ってるのもいいですよね。パハみたいな、はいはいはい、小馬鹿にした表情じゃなくて ちゃんとこう。確かに。ウソップがあの顔で突っ込む前は大概真顔で。ありがちやこの顔しもそうですもんね。そうこの顔しがち。あの顔してね。お前が死んでも構わない。張り倒すってね。ヘナチョコの出来上がりだな。大概にしろお前らっていう。だからあのサンジがあの顔をしたらウソップは何かしらの準備をして来るぞ来るぞって、うん、面白い面白い。これはいいですね。ということでのすけくんチョイス、はいはい、渋さん2枚ステッカーを差し上げます。おめでとうございます。ありがとうございます。新たな解釈が加わりました。すごい。さあということで、はい、平田さん5番が気になるんだけど、5番来ました平田さんチョイス5番こちら。七夏さんの投稿、はい、美女にモテているというのに気がついてないところ。あこれねいいですね、まあ、いろんなシーンが詰め合わせになってますが、はいはい、敵として三次に、まあ、最初はね接していたビオラが三次をこう追い込んで出たこの三次のセリフ、うん、俺は女の涙を疑わねえ。これを受けてこれは名言だもんね。これはいいですね。でここからちょっと三次に手を貸すようになった。気づいてねえんだ。三次気づいてないですね。可愛いとこって他の前回聞かれて答えられなかったけど、はい、前回の動画でね。そうかもしれないですね。三次のこういうとこ女の人大好きじゃない、モテたいわけじゃない、はいはい、そのアンテナ張り巡らしてるのにポンコツアンテナだよね。だ口じゃ愛されたい愛されたいって言ってても本当はそうじゃないんだ。愛したい人、ね、うん、そうです ね、 そうですね。もちろんプリンちゃん、はい、プリンちゃんはやっぱそうですね。結果最終的に本当プリンがもう完全に惚れちゃってますもんね、はい、これでもサンジは気づいてないっていう感じなんです。いやそうなこれも難しいですけどね。やっぱアホなんだよ。本心まで組み切れずに結局プリンちゃんは振り向いてはくれなかった。じゃあ俺はさらっと行くぜっていう、ただ俺が好きだったことだけは覚えといてくれよみたいなとこなんじゃないのかな。うわー、なるほどね。ある意味すれ違いみたいな。難しいな。いや恋愛って難しいね。難しいね。ここはあの国のクイーンの戦いの時にいた女性ですね、はい、あーなんかあった気がする、はい、でクイーンがまあこのおそめちゃんをこう攻撃してて、はい、でまあ結果的にこのおそめちゃんをこう助けた感じになった時に、うん、はい、おそめちゃんがこう三次の手当てを実はしてるんですよね。お戦い終わった後、うん、なんかムカつくな。3つも見てたらムカつく。だってさ、はい、モテてんのにそれに気づいてないってすげえ贅沢じゃん。そうです。これ一番羨ましいパターンじゃん。ラブコメの主人公ですよ。そうですね、確かに。なんか選んだけどムカついてきたな。やめますやめますか。気がついてないふりして。実は振り気がついてないんだろうな。だから素敵なんだろうね。まあそんな感じしますね。なんかね、七夏、はい、おめでとうございます。七夏さんおめでとう。さあではたかしくん、はい、3つ目一応ラストにしたいかなと思いますが、はい、2番こちら。ちょっと松岡むげろアット名前を書いてもゲロさん、なんだかんだ一番の思い出の時ゾロも笑顔。ホールケーキで、はい、まあ、サンジが一味抜けるぞって言った時に、はい、ルフィが迎えに来て、うん、まあ、ルフィのこの青春も止めて、もう俺はもういいんだ、自分の運命を受け入れるって時に、
サンジは思い出したシーンが一味での宴シーンなんですよね、うんうんうん、やっぱりこの時っていうのがやっぱ一番自分にとって幸せな時というか、はい、やっぱ一味と一緒にいて俺本当に幸せだったっていうシーンがやっぱよぎったわけですよね、うん、この時に、はい、でこの時に、うん、ゾロも笑顔なんですよ、ね、ゾロも笑顔であった時も嬉しかったんですよね、サンジにとって。そういう部分がやっぱファンとしてはすごくここすっごく嬉しかったんですよね。でそこはやっぱチョイスとして本心は本心でしょ、そういうの、はいはい、ただ人様に見せる以上ちょっとモザイクかけてますか、ここだけですか、ここだけ、おそらくあそこにいるのはゾロだろうなみたいな。またこの後のさ、うん、谷号に帰りたいの時もね、はい、出るんですよ、ね、いい、誰がゾロが、すいませんちょっとモザイクないんですけど、いいですか、ここです、はい、早く作れてめえっていうゾロのセリフまで入っちゃいます、すみません、ちょっと思い出してんだよね、一味を、でもこれは活字だから、はい、あのゾロの声かどうか、あ、早く作れてめえって加工されてるかもしれない、ここやっぱりモザイクが、早く作れてめえ、日常でしょ、ヨセフに乗ってずっと、そうですね、はい、うん、その中では飯飯って腹減ったっていうのと、はい、早く作れてめえとかさ、はい、セットなんだろうね、はい、それがないとなんか船乗って出る気にならないっていう、うん、はい、日常の生活の中にゾロの憎まれ口は欠かせないっていうことなんだね、うん、結局ね、本当はもっとナミさんとかロビンちゃんに色っぽいこと言ってほしいんだろうけど、はい、生活の中にはなかった、はい、そう自分の妄想なんだ、ですよね、サンジの妄想なんですよ、全部そう出てこなかった、そうだ、うん、悲しいな、サンジみんな深いな、うん、深いんです、深いです、細かいし深いんです、細かくて深い、では、のすけ氏、はい、はい、1番で、1番です、のすけくんの1番はこちら、はい、岸辺さんの投稿です、もともと襲ってきたのはゼフの方なのに、足を失ったことで海賊がやれなくなることを案じるサンジ、うん、この頃からすでに人の立場になって思いやる優しさがにじみ出ている、うん、これは過去編です、うん、はい、最初だね、最初ですね、ゼフ、はい、と一緒に岩山に打ち上げられて、はい、ある程度日が経ちまして、はい、で行ったところゼフが足食ってた、うん、ね、亡くなってた、はい、井の一番に言ったのが、この足なかったらもうお前海賊やれねえじゃねえか、うん、そうなんだよな、ゼフのことを思って言ってるような言葉、うん、ここで出るっていうのはすげえなと、うん、心配だもんね、これってね、うん、心配の言葉だ、そう、ゼフのせいでさ、うん、自分がいた船がね、あんなめちゃくちゃになってたとか、うん、とかいろいろあると思うんですけども、それがあってこれ言えるってすごいなと思いましたね、うん、今年のプレーションもね、はい、すごい面白かったんだけど、はいはい、パッと出てくるんだよ、こうワンシーン、うん、はい、持ってかれたのはそこだったよね、あ、殺しに来たんだぞ、なのになんでみたいな、うわいいシーンだなとか、残念なことにね、はい、声は俺じゃないんだよすいません本当に、確かにそうだそうだ、確かにダメなんだよな、大谷育英のあの芝居聞いてるとこんなになっちゃってさ、来ますよね育英さんもね、育英のあの芝居はダメだいいね、チョッパーがやってるっつうの可愛い声で出してろと大抵ダメなシーンは育英絡みだよね、あ、そうかもしれないです、医者を教えてくれ、これね、ここまでちょっとそこ見ましょう、チョッパーいいんだよな、ここね、俺がバンダイ役になるんだ、あれすごい、うん、いいですね、ここはダメだね、うん、熊平さんが演じていないところだ育英さんの、では平田さんどれにしましょうか、およっとっと、ベンベックマン、なぜキザルを待ってる時のキザルは何なの、何なの誰も銃構えてない、3時回だから、3時なら分からない、これ間をつないで、ちょっと3時3時3時いけいけ、あんまりないシーンだよね、これ6番、はい、さあ、では平さんに選んでいただきました、はい、6番がこちら、信一さんこの謎の愛の手、はい、こちらです、ね、あ、ここね、ジャイの入り口のところですね、そうですね、うんうんうん、これテンポ感いいですよ ね、はい、ね、普段いがみ合ってるやつがこんなにポン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 相手のコメントに乗っけてってと、うん、こう話転がしていくっていうのはねえよな、めちゃくちゃ警戒ですもんね、うん、あんまりないけどたまに見るよね、こういう必要のない息が合うとか、ああります、必要のない、うん、あとちなみに僕好きなのが、うん、双子岬
で、はいはい、あいいあの黒川さんの、はい、あいいね。私の名は黒川、双子岬の東大森やっている、年は71歳、双子座の AB 型だ。あいつ切っていいか、まあ落ち着け、これ3時なんですよ、手、はいはいはい、これまあ落ち着け、まあまあみたいな、あったね。で、この前も一回3時が消えて、ね、ゾロがまあ落ち着けみたいな、そうそうそう、まあ熱くなるなと、なだめた後にゾロも切れて、はいはい、で、お互いにこうなだめ合うみたいな、同じ方ね、すごい好きなんですよね。同じ鉄踏んでるね、ゾロもね。これはね、クロッカスがナヤゴロウさんだった時に、やめろよと思って、なんか言えよてめえって、ゴロウさんに向かって言えってこと。まあまあまあ、そ う, う, そうなりましたね。確かにヤマトが大好きだったから、沖田館長に何か言えてめえって言えよってばよっていう。ナヤさんだからな、そうか、歴史が。こういうとこってなんか例えば声入れられてるその現場とかでも、うん、なんか合わせる感覚みたいな、その何も言わないけど中井さんお互いにみたいな、ね、わかんないけどね、もう二十何年やってると、はい、二十何年もかからないうちにそういうのってできてくんだと自然とやっぱ思う。やっぱそうなんだ、ね、うん、麦わらスペースとか、はいはい、なんとかで中井さんと一緒ですとかって、この間の USJ のもうそうだけど、はい、内容なんかほとんど決めない。あ、登場のコントは作るけれども、はい、そこから先はどうやるかなんていうのはもうその場で、その場だし、カッペイちゃんと中井くんはもう何にもしなくても、はい、いややっぱさすがだな、やっぱ阿吽の呼吸がすごいな。おめでとうございます、はい、ありがとうございます。信一さん、ありがとうございます。約束の3つずつを紹介したんですが、はい、なぜか高志くんが選ばなかったやつを1個ちょっと、はい、いいですか高橋くん、これ17番紹介しなくていいの。17番はこれはそうですね、あれあれ、あれあれ、まあ、いいですか、はい、ちょっとじゃあ17番、山口勝平さんからの投稿ですね。おお、同じ名前の人知ってるけど、知ってます、ね、ゴンクレイに取られたゴーグルを取り返して来てくれたところ、壊れてたけどな。言ってたね。でアラバスタで、うん、まあ、ボンちゃんに、うん、まあ、最初ウソップがボコされちゃって、はい、で変装のためにウソップがゴーグルを取られちゃったと、うんうん、でそこにサンジが行ってサンジがボンちゃんを倒して、うん、ゴーグルを取り返してくれましたと、うん、で取り返してくれたんだけど壊れてるゴロッとね。はい、ちょっとだからこれはあの細かすぎるっていうよかはカッペイさんからのクレームですね。サンジに対する何壊してくれてんだとありがとうと言いつつも、うん、これあのしかもちゃんとカッペイさん投稿されてました。 X ね、 X で、うん、ちゃんとこの企画に普通に視聴者さんとして投稿されてました。これすればこうやって載せてもらったりできるんだ。あります、可能性あります。じゃあゾロの時はアホなとこバカなとこ、あ、ぜひそれはぜひやってください。もう全力で拾いに行きます。ということで山口勝平さんにも、あ、山口勝平さんにも平田さんから平田さんからこちらを、はい、差し上げます。おめでとう山口勝平さん、おめでとうございます。これ俺が持ってたスタジオに、あ、じゃあ直接直接で直接お渡しください。デーンりゃっ高橋くん、のつけくん、これはちょっと紹介しておきたかったみたいなのがあれば。あ、そうですね、ちょっとこぼれちゃったけど、うん、1個、2人で1個、すっごい細かい、すごい、ね、本当に細かいやつを最後に。これは細かすぎる。じゃあこれいきましょう、はい、1番マルさんの投稿。うわ、いらんなんて辛辣なことレディには言わない。ちょっと解説お願いします。ここですね、求婚のローラーっていうキャラが、うん、はい、まあ大体の男性にこう求婚してって、まあ、4445回、はい、もう破談になったりとか、はい、断られたりってしてる、まあちょっとね、うん、存在に あしらわれたりもしてたキャラが、はい、うん、無限の地味に俺に私の夢にあげるって言ったら、はい、いらんと、うん、まあ、みんな言う中で、なんと3時の方向に吹き出しが向いてない、はい、ということは3時はレディにいらんなど言ってないと。細かぁ、サンジは辛辣すぎてそれは言わないってことなのかもね、うん、そうですね、ってことだよね。断るにしろ多分いらんとは言わなそうってことですよね、うんうん、確かにね。ここいや細かいね、いや細かい、すごいね、よく見てるわ、気づかなかったもんこれ。うん、じゃあステッカーをね、マルさんに差し上げましょう、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。平田さん、ちょっといかがでしたでしょうか。いや楽しい楽しい、うん、専門的なこととか深いところを聞いてくれて、なんか浅いところでしか答えられなくて申し訳ないです。いや、そんなことないですよ。みんな好きなんだな、うん、ワンピースがと思うと嬉しいですよね、うん、はい、うん、とにかくあの大谷育英さんに弱いということが分かりました。育英の芝居ダメだ。あれはダメだと思った。あれは来ちゃう。育英の芝居はダメだ。ハッシュタグ企画に関しましては引き続き、募集しております。はい、はい、ハッシュタグ2つあります。2つです。1つは、
ハッシュタグ細かすぎるゾロの好きなところさらす、見た人もさらす。でもう一つがハッシュタグありったけのキュンキュンワンピ2024、はい、ワンピースでキュンキュンしたシーンを上げていただくようになっておりますので、皆さんぜひね投稿していただければこうやって動画で紹介していきます。はい、高橋君いかがでしたか、もう平田さんゲスト。いや楽しかったです。あ、そうです。あ、終わっちゃうんだが出ちゃった今。あ、もう終わりかって、ね、早かったんでなんかちょっと今寂しい感じが出ちゃった。すごい楽しかった、うん、ありがとうございます。お話聞けてありがとうございました。もすけくん、いやそうですね、あのキザルのモノマネも聞いていただきまして、ちょっとキザルのね、え、いけいけ、本当にいけ、いいのいいっすか、ちょっとね、よく動画でやってる、ちょっとよくやってるんですよ、ね、この人、すいません。バーカ、炎が怖くてコックが務まるかよ。どうですか。俺、はい、そうです俺じゃねえな。平田さんではなかった。お墨付きいただけなかった。いろいろ真似してくれる人見たけど、はい、悪意がないのはいい。おーおー、ストレートな。だいたいモノマネってちょっと、はいはいはい、誇張を、ね、誇張した方が似るっていうじゃん、はいはい、だから俺なんかもゾロの真似なんかするとき、もしもゾロがオートバイだったらみたいな。めっちゃ気になる。一回それいいですか、それ一回いいですか。セブカメキゾウ、悪意めっちゃあした。のすけ、これだよ。これだ。これか。これだ。そういう方向でいきます、じゃあ。そういう方向で頑張ってください。すいません。いいです。謝ることじゃないです。そっちでいいと。むしろそっちで言ってくれと。というわけでございました。本当に安さん、お忙しいと思います。はい。どうも。ありがとうございました。しょうもない話です。いやいや、もう。次回もこの動画に、仲間がいるよ。ワンピース仲間がいる YouTube では今後もワンピースに関わる様々な企画をやっていきます。高評価、通知ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。次回もこの動画に仲間がいるよ。